はい、皆さんこんにちは。今回も双葉とマインクラフト、略してふたくらやっていきたいと思います。イエーイ。今回のメンバーはタロリンと赤ずきんとタネとハムとルサクと青の緑と双葉のメンバーでやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、前回ネザライトうんぬんを探しに行ったりとかしてロードストーンを取ってきてここに置きました。はいですね。まだバレてませんね。1日経ちました。今回何をやるかなんですが、課題がねまだたくさんあります。その中の一つ、鉄が足りないアイアンゴーレムトラップ作りって書いてあるんで、今回はこのねアイアンゴーレムトラップ作りをねしていこうかなと思います。はい、はい、1.16 はねものすんごい効率がいいのが作れるらしいんですよ。 20×10 ぐらいの広さで1時間に1000個とか、すごい、タイタンじゃないですかそれも。そう、もうタイタンレベルのものが作れるらしいんですが、すごいコンパクトなスタイリッシュなものを作ろうとすると粘着ピストンが欲しい、プラスやっぱ一番最初に効率のいいものを作っちゃうとね、うん、効率の悪いものを作るっていう楽しみがなくなっちゃうんで。どういう楽しみ方ですか。いや、まずは自分で考えて効率の悪いものを作って、その後に先人の知恵を借りて効率のいいものを作るってやれば2度楽しめるんでね。なるほど、はい、なるほど。なんで今回はね自分たちで考えてゾンビパニックとか関係なしにちょっと作っていこうかなと思います。はいはいはい、はい、ということで、じゃあまずは建材が欲しいのでここにこれ使うだろうっていうものをちょっと持っていきましょう。はい、はいはいはい、ちなみにゴーレムトラップは作ったことがある方は、はい、大昔にあります。あったっけな。あれば覚えてるはずだからそれないですね。鉄使わないんですか。掘るのが好きなのでどっちかというと掘っちゃいます。なるほど、ブランチマイニングでこと足りますもんね言うて。はい、私はもう何個作ったかな、15個ぐらい多分作ってると思うんですけども。コッパ持ってます。38個で足りますか。あーギリですかね。38個でギリなんですか。多分4個ぐらい使うんですよ。なるほど。あれ、うん、なんでギリかなみたいな。あれ僕のあれですかね、数の数え方が間違ってる感じなんですかね。1,2,3,4,37,38 ですもんね。だってギリですね。それは確かにギリですね。そしたらまあこの前作ったね村人増殖施設、ここからね連れてくと思うんで、ここから一直線の方が作りやすいですよね。ですね。え、何あのしめじ。そういうことか。エリンギか。しめじ、いやしめじですねあれは。しめじだ。エリンギかなと思ってたんですけど、この間まで。なるほどなるほど。あ、ちょうどここにたぬけた橋あるんで、ここら辺とかにもします。どれぐらい離れてたらいいんですか。最新型のやつは8離れればいいらしいんですよ。え、だから増殖しやすいらしいんですけど、細かい仕様わかんない、念のためでちょっと遠くに行きましょう。ただここまで行くと足りないですか、線路。2スタックは一応持ってきました。じゃあ逆に2スタック分進んだところに作りますか。こっからこう行ってこう行く感じでまっすぐそこを乗るんですね、そこは。後ろ向いてたら。たぬけた橋になんか類似したものができた。たぬけた駅を作んないと、ここに。なるほど。たぬけ駅。なんかそれケーキになりました。タヌさんは料理はするんですか？お菓子作りはするんですか？昔はしてましたけどね。おお、タヌケーキ。今は白米ばっかり食べてるんで。だから白くなっちゃった。そうそう。ああ、なるほど。終わりました。ということでここまで連れてこれるようになりましたが、ここから上に上がっていきます。ゴーレムがプラスマイナス10とか15とかそれくらいの範囲まで湧くらしいんですよ。で地面があると湧いちゃうんで、なるべく上の方に作っていきましょう。こんだけいけばいいですかね。赤い、すごい。あ、じゃあこの辺にしときますね。村人が上がってこれるように1マスの水流エレベーターを作ってもらって、そうですね、そんな感じで。でここに待機層を作ります。今回はそんな大きいものは作らないので、赤ずきんさん好きな数字をお願いします。2。それはちっちゃすぎますね。2×2 はさすがに厳しい。じゃあ7。7。7×7。そうしましょう、じゃあ。はい。はい。ありがとうございます。なんか今、礼を言われることなんかあったかな。僕の数字を使っていただいて。7は赤ずきんさんの数字なんですね。いや、特にそういうわけでもないんですけど。ここに待機層を作る感じで、で、上にゴーレム沸かせて、水流で落とす的な感じにするんですが、ガラス台か持ってます？あ、
置いてみちゃっていきます。あ、お願いします。やっぱ一番隅っこはガラスの方がいいかなみたいな、なんとなくですけど、見た目的に見たいですもんね。そうですね。え、こういう高さ2マスでも大丈夫ですよね。湧きそう、湧きそうじゃなくて、あああなんか珍しいな、ふたまさんが。昨日から死んでる気がする。誰かがあそこの落とし穴作ってました。え、どこの頭巾だ。わあ。違う。落とし穴作ってないよ。怖いな、マジもう。え、あそこになんかしめじがある。同じくだりめちゃぶだ。これどうやって水流やればちょうどいい感じにどっかに行きますかね。下で処理した方がいいですよね、ゴーレム。誰か鉄の柵とか持ってます？取ってきます意外とあんまり使わないものを使っていや、ゴーレム湧いちゃうんですよね。周りにこうやって作っちゃうとここの上にゴーレム湧いちゃうんですよ。まあカーペット置けば大丈夫かもしれないんですけども、うん、あ、そっか、鉄柵、今鉄が足りなくてゴーレムトラップ作ってるんですよ。そうです。おや、大丈夫かな、足りるかな。赤ずきんさん、なぜそこにいるんですか？はい、いや、ちょっと昆布取りに行ってました。あ、なるほど、水エレベーターに。そうなんですよ。あ、すごいじゃないですか。ちょっと仕事ができるようになってる。そうなんですよ、出来たてほやほやをお届けしたくて。海で遊んでんのかと思った。じゃあ赤ずきんさん作っちゃっていいですよ、そこ。あ、本当ですか。はい、初めての赤ずきん作水エレベーターかもしれない。あ、確かに。1から、なんだかんだ。あ、なんだかんだ、なんだかんだ。そんな急に自暴自棄には入らない。今までの自分のこの活動、なんだったんだ。アルサンド落とせよ、赤ずきんさん。あ、持ってるよ、1個持ってる。そうなんすよ、すごい、すごいな、成長したな。明日雨が降るな、これは。昨日、今日、めっちゃ雨降ってますけどね。ね、もしかしたら赤ずきんのせいだったのか。赤ずきんのせいになるじゃん、やめてよ。鉄柵をください、それじゃ。あれ、どこに上に、後ろ振り返って。あ、本当だ。はい、ありがとうございます。とりあえずもう何も考えず周りに置いちゃいましょう。あれ、これ1柵じゃ足りないですか、もしかして。足りないです。ゴーレムトラップで鉄得たいのに。そしたら隅っこを外して、こっち側からこっちの下に落とすようなイメージで。ああ、なるほど。はい、それなら多分足りると思うんで。看板は誰か持ってますか？これ作業台ですか、これは。作業台を置こうと思ったんですけど持ってなかったという。あ、なるほど。そしたらここからこういう風に落とすんで、下で処理する感じの何かをちょっとお願いします。まあ、枠だけとりあえず作ってもらえれば大丈夫そうなんで。はい、どこに作ればいいんですか、これは。さあ、誰かが教えてくれるか。みどりさん、ここどこ、さん、どここの下、この下どうぞ。あー、上から降ってきた。身を挺して、多分看板持ってっちゃったな。看板まだ作ってないです。あ、そもそも作ってなかった。そしたらここに看板を設置して、まあ、水がね8マスまで流れるので、8マス目に看板を置いておかないと水が下にダバーしちゃう。逆にダバーさせます、これ。ダバーさせることで、あの、水の中にゴーレム入ってるとゴーレム動かないじゃないですか。だからそれをうまく利用して、まあいいや。いや、めんどくさくなっちゃいました。そしてタヌさん、こっちから向こう側に水を流しましょう。2つあるなら。なんで2個目に流しちゃった。ああ地面にやんないとダメです、今は。もう1個ラスト。さあ、これで大丈夫そうですかね。あれ1、2、3、4、5、6、7、8、9マスある。あれ、まあ、設計ミスでちょっと水1個じゃいけなくなっちゃったので、両側からね処理するようにしましょう、それじゃ。なんで、こっち側。お、そうですね、赤ずきんさん、分かってこっち来たんですか？はい。何も分かってないやつだ、これ。はい、同じようにこっち側にも看板を設置して、で、タムさん、水を真ん中から流しちゃってください。ここですね、この列に。分かりやすくこうしましょう。 OK ですね。そしたら外しましょう。さあ、これで水で両側に流れになりました。で、下に枠がすでに設置されていますと。ちょ、誰か下落下できるように、なんか、あ、すごい、素晴らしい。あ、私も一応、消えた。そ
それは先に言うから。さあ、そうしたらここでね、ゴーレムを処理したいので、どうやってやりましょうね。水に流して端っこに溜めて、溶岩ブレードで。そうですね。じゃあ、こっちから向こう側に水をちょっと流してもらって、ここまで流れてくるので、ここちょっと掘ってもらって。あスコップ壊した。すいません。そしたら、こっちから向こう側に水を流してもらって。これでここまで流れてくるので、じゃここら辺に穴作りますか。はい、マグマは誰か持ってますか。ないです。ないです。持ってきます。お願いします。じゃあ3マスほど掘ってもらって下に。2マス目のところに看板を置いて、上にマグマを敷きます。式部紫式部で、ここでゴーレムが倒されるので下にはホッパーを敷いて、うん、まあ、横で取れる的な感じなんで、ここからこう上から入れるような道をちょっと誰か、はい、はい、お願いします。で、同じようにね、反対側もちょっと水やって流して、こういうマグマのやつを作る的な感じでちょっとやってもらって。任せてください。お、素晴らしい。さすが仕事のできる緑さん、任せてください。もう仕事と言ったら緑さんですもんね。そうですよ、本当にもう、じゃあここにチェストを置いて、ここに向けてホッパーをじゃあ置いててください。試しに全てに丸石を入れてみます。これでちゃんと9個の丸石が来てますね。大丈夫ですね。そして赤ずきんさん作水流エレベーターできたんですか。あ、いや全然。あ、全然できてないです全然あ、すごい、全然できてないじゃあ上からはしご壊していきます。私は。あ、はいはい。あ、ちょっと誰か水投げてもらっていいですか。どこに向かってですか投げた瞬間弓矢で撃てばワンチャン。いや、投げた瞬間二間さんが釣り竿で釣ればいいんです。なるほど、そこから上がるんだ。まだ中ありますよ、はしご。いや、あったんですか言ってくださいよ。ありがとうございます。おっと、苗だ。おっと、何爆破だ。おーい、おーい、あーあれ、どういった腹筋が流す運搬層。今日だけは完璧にやろうって決めてたのに赤ずきんさん、昆布も持ってるんですか今。持ってますよ、昆布持ってる感じ。2つ2つそっか、2つじゃ。そうや、一番下でダメじゃん。ズキン、待て、持ってるよ。あー、ざっす。ほらほら、大丈夫、カットすれば大丈夫あ、今何個持ってるんですか昆布。あ、昆布は2スタック持ってますね。あ、よかった、びっくりした。なんか2つって聞こえたんでね、一瞬ね。何の夢見たんですかあ、じゃあこれ、はい、赤月の仕事です。はい、あれ大丈夫か今の。なんかさ、大丈夫。知らないとこでみんなどんどん死んでいく。昆布 OK です。 OK ですか。え、今ソルサンドって昆布置けるんですか。え、昆布置けないですよね今。なんかソルサンドですよね。え、ソルサンドでした。そうですね、ソルサンドでした。ちょっと昆布落としてもらっていいですか。どうぞ。塩変わった。変わったっぽいですね。そう思えた。あ、OK。 あ、本当だそうなんだ。へえ、めっちゃ便利。まあ、うん、気持ち程度だけど、ね、なんか急に冷めたここに入れるためにはどうやって入れるのが一番いいんですかね。5マスぐらいの高さから行けばこれぐらいだったらいけそうじゃないですか。パワードレールを使い、その勢いのままビョンとビョンと。あ、なるほど。そしたらちょっと赤月さん試しにトロッコ乗って向こうから。あ、わかりました。はい、赤月さんどこまで行ったんですか村人のとこまで行きました。あ、そっちまで行ったそこまで行ったんですね。別に途中でよかったのに。さあ、これで赤ずきんさんがしっかりと水エレベーターで上まで行けば OK です。赤ずきん村人が。ビヨーン。さあ、どうだ、行きます。と、行け、いた。あー、はい、うわー、届かん。あともうちょい。あ、これ、そっか、こんな遠くに水槽なかった。ここまで行けばいいんだこれ行けそうですね、間違いなく。もう一度お願いします。あ、そんな遠く行くんだ、はい、ああそっか、この辺でも。ここで OK ですねさあ、行ってください。さあ、どうだ、ギュン。お、お、いたいたいた。おお、いた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 。え、死んだ。え、なんかバラまかれてきた。あ、マグマによって滑って。あーと思いきや、ここがカズキントラップになった。どこで窒息したんですか。多分上がり終わった後に窒息が入ったんですよ。ちょっとじゃあトロッコください。あ、持ってないです。トロッコどこ行った。トロッコだけ燃えた説が。大事な鉄を使うやつが。赤月さん体力が 0.5 しかなかった時の話ですか。まあ1でしたけど。あ1だったんだ。それだ。そしてガラス持ってる方は。あ、私です。あ、じゃあガラスでこれ壁
やってもらって、ベッドやら職業ブロックやらある方はちょっと上に置いてもらって、板関数も良かったかもしれないですね。もう置いちゃいました贅沢にそして私たちこれ出ないですねもうこのまま村人と一緒に住みましょうか赤ずきんさん、ちょっとこの辺に水を、はい、もしくは干し草の俵を置いてもらえると助かりますね。はい、あそこは厳しいかもしれない。あー厳しいですか試されてるこれぐらいいけるだろうみたいな感じのこの辺ですか。あーまあそこだったら完全にいきますね。ありがとうございます。はい、えじゃあ、さあそしてこっち側もできつつありますね。素晴らしい、さすが仕事のできるルザックン。あ、本当にルザックくん一人で作ってんだ反応しなかった緑さんが今間違えてたんですよ場所を。ああ、直してもらってた的な一緒に直しててなるほど何も言えなかった。何も言えなかったですね完全にもう上は終わった感じですか。いや、まだベッド2つしかないですね。ベッドあった方がいいですよね、はい、多分ベッド1個送ります。それ赤月さんの寝るやつですか。はいそっか、あ、じゃあベッド、あと一晩で作ればいいんだ。そうですね。ちなみに職業ブロックも置いてますか。大丈夫ですか。コンポスター置きました。コンポスター素晴らしい。コンポスターが一番作りやすいですもんね。仕事するんですかね、コンポスターだけ置いてて確かに農作業できないな。できないですもんね。職業には一応つくけどつくけどもですよね。ゴーレムが湧く条件の一個に運分以内に仕事をしてるとか運分以内に寝てるとかがあるらしいんですよ。なんで多分仕事した方がいいんですかね。あれどうしました。マグマが誰かの手によって水を流されたみたいで。ごめんなさい、多分僕です。よかった、いつもの赤ずきんだ。あ、いた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 。しかも乗ってない。なんか乗ってないで行っちゃった。3台ぐらい行っちゃった。さあ、記念すべき1匹目来ました。上誰かいます。はーい、タニュがいます。私も行きます。死にました。これ窒息しますね。窒息する、上に乗っちゃうってことですか。今3台来たんで、これがこう縦に。ああ、縦になっちゃった。なるほど。縦になっちゃってここに挟まっちゃいましたね。一匹なら大丈夫ですかね、それじゃあ。多分。じゃあ2匹目ちょっと送ってみます。はい、よいしょ。あ、いた。あ、オッケーオッケー。これなら大丈夫なはず。さあどうだ。これでバチバチなんなければどうですか。え、なん、え、窒息じゃなくて息ができなくて。息ができない。息ができないかもしれないです。今ここでこの途中で今。え、途中で死んじゃいました。はい、この一番上ぐらいで今死んじゃいましたね。窒息ダメージですかね。あ、窒息ダメージ。あー、なるほど。じゃあちょっとアレクサ、はい、再生ポーションマーク2で。わかりました。強化版再生ポーションのスプラッシュポーションをお願いします。強化再生ポーションのスプラッシュポーション、はい。でそれをこの子たちにやれば、まあ、回復するんで一瞬で窒息することはないですよね。お、すごい、さすがマーク2。さあ果たして本当にこれは再生ポーションなのか。再生ポーションですね。じゃあ、おー、あ、待って、赤石かなんかにしましょう。強化版よりも時間版で。なるほど。そうすれば向こう行ってある程度窒息しても大丈夫かもしれない。テレレンテレレンテ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 ン、できました。ポーションが何ですか今のは。出来上がった音ですじゃあこっち来てもらって、この子たちがね体力ギリギリっぽいんで、この子たちの足元に投げてあげてください。はい、こうか。さあどうだ、臭い、臭いですか。あ、結構臭そうですね、そうですね、だいぶ臭そうよし、じゃあこれなら多分大丈夫ですかね。えい、あーあごめんなさい、ごめんなさい。追蔵班お願いしますあ、来た来た来たお助けルザク君、ありがたい。ナイスです。おー、よかった。さあ上に上がっていき、行きました。あ、行きました、素晴らしい。そしたら赤ずきんさん2匹目をお願いします。了解です、行きました。行きました、2匹行きました。2匹は大丈夫か。あ、ダブル、ダブル、普通にダブル、はい、さあタヌさんの力の見せ所。さあ2匹来ちゃうと入り口で止まりましたね。あ、1匹。あ、なるほどなるほど、詰まるんだ。おー素晴らしい。おお、順調ですね、順調ですね。さあこの子がここに入り上に上がっていく。そしてタヌさんが身を挺してどんどん難易度これ上がっていくんですよね狭くなって、まあもう湧いてもおかしくないはずですよね。ですね、うん。あ、でもまあ寝てないから湧かないのかな。これ次寝たらかもしれない。今何匹ぐらいいます。今もう200匹ぐらいいますね。そんないますそんないることあります今 1,2,3,4,5,6 匹ですね。さあ寝た、みんな寝たで、6人なんで私とタヌさんも寝れる感じですか。もしかしてこの子寝ないぞ寝て落としますか落としますか
紫が嫌なのかな。タベットが気に入る。タロリンさんファンかもしれない。あえ違う。あ、違う。タヌさんかじゃあ。あーと、すいません。二人行っちゃいました、そっち。私たちのベッドがなくなる。一匹。あ、もう一人泊まっちゃった。あ、じゃあちょっと私たちも寝ますか、一旦。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。あ、タイミングが。バチバチいってる。あー、ベッドに乗っちゃうの。あー、無理だ。救えなかった。守りたかった、あの笑顔。そしてこれで仕事をすることでゴーレムが湧く条件になるはずなんですが、湧きますかね。なんか下にゴーレムがもう一匹来てるんですけど。え、行きました。なんか燃えてないよね。すごい戦った後みたいな。もうすぐ。あ、いたすぐやられちゃうけどみたいな。一匹行きました。さらにお、それどっちですか、右ですか。あ、でも右は大丈夫そうか。これ3マスありますね。3マス。高さ3マスありますね。だと、マグマがね、吸い抜けてっちゃうので、まあ1マス。だから回収機構1個あげますかね。そうですね、ホッパー1マスあげましょう。ただもう、結構の速さで行く感じですか、もしかして。ぽいですね。もしかしたらタヌさんがゾンビ判定になってるとか。ああ、なるほど。色も違いますけど。どっちかっていうと、真っ白ですもんね。うん。あ、湧いた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 。お。さあ、湧いて、下に落ちていき、おおマグマのところに、上に登った。ここ閉じちゃダメだって、1マスしかないんだから。あ、そこそうなってたんだ。あ、自分から入ってくる、自分から入ってくる。ちょっと、殴っちゃっていいぞ、殴っちゃって。ズキンさん殴っちゃって、あー、ダメだった。あー。タロリンさんが死んだ。じゃあ、ズキンさん殴った後に、水の中入りましょう。わ、はい、かりました。はい。あ、お、ズワクがもうすでにやってる。いや、私です。あ、ハムさんがやってる。さすが、水の中に入れば無力化するので。バイバイ。全然無力化してない。あ、そして赤月さんが光。あ、これ今光ってるんですか。光ってますね。これで、I'll be back して、今は高さ2になってる感じですか。はい。これで、おちゃんと。無事倒せましたね。行きましたね。あ、はい、でも入ってない。さっきの私が狙われてたんで、上に行こうとして、アイテムドロップ判定の人が。なるほど、なるほど。上に行っちゃった。だと思います多分。なるほど。さあこっち来てるんでね、この子を待ちましょう。さあこれで死んで、さあこの中に鉄が入ってれば大丈夫です。あ、開けちゃうんですね。あれ、これ赤ずきんさんで一回見たぞ。あれやっぱ同じ匂いがするのか。あ、ちょっと青ずきん取ってきますね。ということで、じゃあ開けます。せーの、ででん。あ、5個入ってます。 OK ですね。およかった。これで鉄が取りたい放題ですね。じゃあ最後に赤ずきんさん、はい、ゴーレムの気持ちになってちょっと上から湧いてちょっと落ちてきてください。僕生まれた、あ、流される、やだ死にたくない、あ、生きてたけど流される、やだまだ生きたい、やだ行きたい。遅い。あいだ。後味悪い。アイアンゴーレムそんな気持ちでここ落ちてるの。え、壊しますこれ、ちょっと。なんか、そうそう。ですね。かわいそうになってきちゃった。気持ちだとは思わなかった。かわいそう。